ここは町田市の小山田になります。この先にリサイクルセンターというのがあります。町田市のゴミ清掃工場です。そのこの前の道路はこうした桜並木になっておりまして、非常に綺麗な桜が今咲いておるシーズンです。3月のこの23日となりますが、本来はこの今全国的な傾向でしょうが、桜が今年は早すぎまして、桜祭りのシーズンにちょっといささか花の方が先行したようです。こうした中で町田市は4月の6、7と桜祭りを予定しておりましたが、残念ながらそれまで桜が持ちこたえきらないということで、昨日町田市は桜祭り、今年の桜祭りを中止をしたようです。残念、非常に残念なことです。今日こうしたために桜を少し見まして、この桜祭りの気分を少し味わいたいと思っているところです。いくつかのところは桜祭りをそのまま実行するようになっておりますので、ぜひそういったところにもお尋ねしてもらいたいと思います。私は高坂熊野神社、4月の7日桜稲荷のこの花祭りの桜祭りに出席をします。そちらで楽しい催しも行われますので、お店も出ておりますので、ぜひ大勢の方に会ってもらいたいです。こちらはちょうど町田市の小山田桜台リサイクル文化センターの前のちょうど通りですが、桜並木になっております。大勢の皆さんがこの先の御霊緑堂には今日来られているところです。終わります。